聖、ビアトール修道会は、カトリック教会の男子修道会。この修道会は1831年、フランス革命の傷跡が残る中、リヨンの教区司祭、ルイ・ケルブが、町の守護聖人である聖、ビアトールから名をもらい創設され、主に青少年の教育に関わり、フランスをはじめカナダ、スペイン、ベルギー、ブルキナファソ、ハイチ、ペルー、日本、 台湾など16カ国で活動している。落成中学校、高等学校整ビアトール修道会は、日本では、京都市に本部を置いている。京都市北区の落成中学校、高等学校は、同会を設立母体とする教育機関である。第二次世界大戦以前の1930年代、聖ビアトール修道会は、満州の市兵害に、 中国人を対象とする教育機関を設立していた。満州での活動に関連して、1937年に会員のピエール・カリエ神父を日本に派遣した。第二次世界大戦後の1946年12月14日、聖ビアトール修道会は、カナダの教皇庁大使、アントニュッチ大司教から日本布教の要請を受ける。日本布教の責任者には、 カリエ神父が認じられた。カリエ神父は、パウロコやギシや、ベリノール会と書簡を交わし、京都に、中学、高等学校を創設する希望が合致したことからには、教育機関がなかった、聖、ビアトール修道会は、京都に拠点を置くこととなる。1948年に、カリエ神父が再来日し、京都市佐教区北白川に、修道院と聖堂を開設した。 1952年に、落成中学校。1955年には、落成高等学校を設立した。北白川のほか、落成中学校、高等学校に近い京都市北区北の上、白梅町にも修道院がある。ありがとうございます。